里崎チャンネル。じゃっ。さあ金曜日、里崎チャンネル全試合総チェック。ね、火水木の試合振り返っていきましょう。今日はねスピーディーいきますよ。皆さんしっかり見てくださいね。さあまず最初にロッテ対ソフトバンク。7月6日11対3でロッテ。7月7日4対1でロッテ。ロッテは七夕ホームゲームではもう7連勝かなっていう形でね、まあ昔は七夕の奇跡とかね言われてましたけども、まあねロッテ2連勝ソフトバンク2連敗っていうね形になりましたけども、7月6日火曜日11対3でロッテの勝ちね。まあこの試合はソフトバンク千賀が怪我から復帰登板というところでね、侍ジャパンにも追加招集されてですね、どういうピッチングを見せるのか、かなりね注目度高かった。しかもパリーグは今ねオリックスが1位 で2位がゲーム差なし、勝率でね楽天が4位になってますけど、まあ、その戦いの中でこのねロッテ対ソフトバンクっていうのはかなり大事になってきますけども、どういうピッチングするのか楽しみでしたけど、いきなり1回の裏ね、荻野を押しておりますけども、この藤原にセンターへスリーベース。まあこれね政子がダイビングキャッチするんですけど、まあそこは行っていいですね。まあ仕方ない、もうちょっとね紙一重のところあれそのままね、もうそのまま行ってても後ろ行くだけだから、まあそこはもうチャレンジして OK かなと。あと全体的にね外野がレフトより守ってたんで、レフトのカボアリングがねなかなか来れなくて、まあスリーベースにしてしまったかなと。でその後中村ねセンターへタイムリーツーベース、あわやホームラン。これがねこの試合ここでね一気に流れが変わったっていうか、あれ危ないかなっていうねキーポイントになった。それは何かっていうと、まあね藤原にはどんどんね変化球も投げながらストレート最後完璧に捉えられてね左中間のスリーベースで、中村には スライダーを続けて最後甘みに入って完璧に仕留められて、あらまっすぐも完璧に打たれて変化球も完璧に打たれた、ちょっと怪しいなっていうところでね先制点をロッテが、奪いましたけどもね、3回田村にいきなりね2ボール1ストライクからアウトコースのストレートを右中間へ、ここで若干柳田がちょっとジャックルね、フェンスからのジャックルしてスリーベース。田村もう足が前に進んでないけど、もうヘッドスライディングというよりこけた、グッと気持ちわかるよ、俺もあんな気持ちでいつもスリーベースね、最後足が全然回ってなかったけども、もう気持ちだけでのスリーベース、タイミングアウトだったけどね、ちょっとそれだからよかったよね。まあ、その後ね、まあ、荻野のショートゴロをこう抑えるかなっていうところでね、また藤原がレフトへツーベース。もうそこからはね中村、マーティン、レアードとで角中フォアボール、エチェバリアで、こっからが藤岡押し出し、田村押し出しで、荻野にタイムリーで、藤原にも打たれて、まあ、ここでピッチャー交代で計、10失点っていうねいうところになりましたけど、全体的にピッチングで言っても高い、そして甘い、ね、変化球もストレートもで、ストライクとボールがはっきりしてる。で最速が158キロだったけども、確かねストレートの空振り1回ぐらい、ほぼ空振りしてくれない、で低めのボール変化球はね、振ってきてくれないっていうところで、非常にスピード感を見なかったらあんまり怖さもないし、なんかそのタイミング、ロッテの打線とのタイミングの兼ね合い見ててもボールに迫力もなかったですし、まあ怪我の影響で何かフォームが変わったかなっていうのはあんま気づかなかったですけど、まあ多少踏み込みが浅いかなっていうところはありますけど、まあ全体的に調整不足ですね。まあ2軍で投げて、あとはね3軍で独立リーグ相手に投げて、まあこれはねちょっと参考にならないなっていうところでね、まあ1軍登板になりましたけども、まああとねオリンピックまで1試合しかないですけど、まあどうなるのかっていうねところはありますけど、まあこの試合だけで見るとね、まあ若干球も高いし甘いし、ちょっと迫力に欠けるピッチングだったかなと。なかなか厳しいね、もう3回で10失点、これはもうなかなか厳しいですね。まあ逆に二木ね、ストレート変化球ともにコース低めにしっかりとしたピッチングね、千賀とは10キロ以上の差がストレートスピードありましたけども、もうね差し込まれて出てたり、ホークス打線しっかり抑えてて、まあ、こういうの見てるとね球速じゃないなっていうのがねはっきり分かるような試合展開だし、まあ、二木もね、7回98球6安打3三振1つのデッドボールで2失点と試合をまとめてね、この大事な初戦勝ったっていうところでは、二木グッピッチング、いいピッチングだったっていうところとね、球速じゃないね、しっかり制球してコース投げれば、高さ低めに投げれば打ち取れるっていうのがねすごい分かりやすかった、ピッチングだったですね。で連打連打でね、まあ藤原もまた大活躍
ね。ということで、7月6日ね、11対3でロッテの勝ちでした。7月7日、4対1でロッテ。ということでね、ロッテは今季初先発。ね。まあ、今季っていうかね、プロ入り初先発。河村投手ね、投げましたけども、全体的に立ち上がりね、ちょっと制球悪くて、ストレートもちょっと抜けながら、変化球がね、ちょっとストライクがなかなか入らないっていうところで、ボール先行したらね、ちょっとストライト頼りになりかねないなーって言ったところでね、でもそのストレートがね、結構、強くてですね、ソフトバンク打線、ちょっと差し込まれててね、ボール先行して、ストレート1、2、3狙っていってんのに、回とかね、空振りしたりとか、まあ、先頭のね、三村がね、あそこフォアボール選べてたらよかったけど、最後ね、高めのストレート振っててね、あれで一気にね、河村も楽になって、まぁ、ちょっとね、序盤、ちょっと制球悪いかなって感じでしたけど、もう尻上がりにね、変化球、カーブもストライク取れて、フォークボールもいい形になって、あのストレートがね、低めに決まり出してからは、非常にいいピッチング。で、5回、77球、2安打2三振、2四球、1インテッド。本当にね、素晴らしい、ピッチングでね、勝ち投手になって、グッと。ね、ナイスピッチング。ね、次回も、登板。あるんじゃないでしょうかね。まあいい形でね、6回もね、いてよかったかなと思ったけどもね、まあ初先発っていうところでね、5回で500個目っていうところでしたけども、まあこのね、1失点ね、ありましたけど、この1失点がね、まあ3回表、ね、ソフトバンク、今宮がね、フェンチョクの、ツーベース。荻野はね、惜しかった。ダーン惜しかったけどね、取れなくて、でツーベースになって、で、後藤するんやなと思って、1番三森がね、送りバント。でね、柳田がインコースのスライダーね、結構難しいところでしたけど、コンパクトにね、打ってライト前で、タイムリー。でもこの1点、ね、結局、ソフトバンクは5安打で1点。このね、打線の繋がらないところが、このノーアウト2塁でも、バントをしなきゃいけない。これがね、ソフトバンクの打線の苦しさっていうのはね、物語ってる作戦、典型的なね、このなかなか、だって2アウト2塁で、三森で、バント。いやもう何としてももう1点取れない。きゃいけないっていうね、ちょ苦しさがね、出た作戦だったかなと。でね、東浜、全体的に、特に右バッターにシンカー使わず、外の出し入れオンリー、インコースね、あんまり使わず、まあ逆球で行くことあるけども、で、左バッターにもシンカー多め、で、カットちょっとだけ使いながら、だから右左通して、ちょっとインコースの使いが、ちょっと少なかったかなと。で、その中ね、この4回裏にね、集中打を、まあ、浴びるわけだけども、藤原がね、フォアボール。で、中村がね、レフトを打って、で、マーティン空振り。ちょっとマーティンがね、不調です。で、レアードが、スライダー、スライダー、スライダー。で、2ボール、1ストライクでカーブ高めに打って、スリーランみたいなね。で、ここで終わりかなと。見せかけといて、で、その後ね、角中ヒット。で、H バリアがね、宇宙間に抜けて、タイムリーヒットで角中がファーストからホーム帰ってきて4点目。この1点がね、大きかった。あの1点でね、終わらず。あとね、これ解説してても気になったんだけど、ソフトバンクの特に正子と柳田がね、すっごい前で守ってんだよね。もうだから、ランナーセカンドいて1点防ぐぐらいの守備で守ってるから、間抜けちゃうと、全部スリーベースとかね、長打になってきたり、この時もね、角中が、あの状況で普通に守るときは、角中ホーム戻ってこれなかったんちゃうかなっていうところでね、悠々ホームに帰ってきたっていうところで、まあ、あそこ、まあ、何らかの戦略があって前に守ってんだろうけど、それにしてもちょっと前守りすぎやなっていうところがね、すごく感じました。しかもこれロッテ戦ね、この千賀との戦いの時も、田村がね、スリーベース打ったりとか、藤原のね、もうまさかまあ飛びつくしかなかったからね、スリーベースになったりとか、ちょっとそれがね、戦略的に裏目に出てるかなっていうの、その守備位置、非常に気になりましたね。今ね、6回表の、荻野のね、明石のあの、レフトダイビング、ね、グッと。まあ余裕あったけどね、でもあれ抜けてたら、ひょっとしたらね、そのままバタバタっていったかもわからないところで、あのプレーっていうのはね、非常にナイスプレー。楽天戦での左中間に続いて、こう、救いましたね。守備でね。まあ全体的にね、あとね、ロッテ、全体的に全員ね、いいスイングしてる。非常にいい形。でね、マーティン不調だねっていうのもあるけど、マーティンが不調の時に、レアードとかエジバリアが打って、今度ね、ここの二人が不調になったらマーティンが打つ。このバランスが良くなるから、いきなり全員がね、打ち出す必要ないんで、こういったね、誰かが不調でも誰かがね、今好調っていうのね、こういうバランスでいくとね、大きな打線がバーンってならなくて済むんで、非常にね、いい形でマリーンズ抜けてるんでね、まあもうちょっとね、副長、マーティン待ちたいですけど、バランス的には非常にバッティングもいい。逆に、ソフトバンク、ちょっと打てないのが苦しいね。まあ東山もね、粘ったけど苦しいピッチングになったかなと。結果ね、2勝0敗で、ロッテの勝ち越しでした。続いて、日本ハム対西武、旭川での試合でね、7月6日4対3で日本ハム、そして7月7日2対1で日本ハムの2連勝。西武はね、7日に負けて5連敗。ね。ちょっときつい戦いになってますよね。で、7月6日、4対3、日本ハム。ね。日本ハム、勝つには勝ったけど、
もうちょっと野球を丁寧にっていうね、提言をあげたいです。ね。初回、浅間、ライトにね、ツーベース打って、ノーアウト二塁、高川もね、まあ右への意識、あるようなバッティングにね、見えたけども、最後ね、アウトコース見逃し三振。ここはしっかり打っていかなきゃいけないよね。で、その後、近藤ショートフライ、大三振としてね、ここしっかり送ってれば、ひょっとしたらね、1点というところで、まあせっかくね、ノーアウトのランダーでも無得点。で、2回表ね、西武の攻撃、2アウト1塁からアイドがね、センター、2ベース、ね。で、この1塁ランナー、ウネンティンがホームに来て、ヘッドスライディングでクロスプレーになって、アウトで、リクエストでセーフってなったんだけども、キャッチャーの清水。あれね、体にタッチしに行ってるから手がね、かいくぐられて、こう入られてんだよね。あれをベースのところにタッチに置いとけば、手来るんだから、あの体のところにタッチに行くから、追いタッチ気味になってセーフになるっていうね。あそこもうそのままベースに行かないとね、ちょっとタッチがね、ちょっと雑だったかな。で、2回裏、2アウト1、2からね、2塁ランの渡辺、ね、後期でここ1本っていうところで、牽制アウト、バーッね。まあ、松本森源だ、このタイミング、完璧だったけど、滑りもしないで足で行ってね、アウトっていうところで、もうちょっとヘッドスライディングするとか足で滑り込むとか、なんか抵抗してほしかったですけど、あれ、簡単にアウトになったよね。だからここね、多分ね、サイン見てたかなっていうね、キャッチャーの。キャッチャーのサイン見てると、牽制に気づくのが遅れて、アウトになるパターンだよね。だからそういう時の対処法は、サインはもうベースの横で見る。んで、サインが終わってから、一歩二歩とリードをしてセットに入った時にもう定位置にいるようにする。こうするとね、サインも見れて牽制アウトにならないというところだけども、こういったところもね、ちょっと雑だったよね。で、得点はね、もう3回裏の清水のホームラン、完璧だったね、レフト。でね、ワンボールね、レフトでツーランホームランっていうね、このホームランが非常に効いたかなっていうね。で、セーブ、ね、ミスで後期潰し、致命的ミスで敗戦。ね、初回、ワンアウト二塁でリルナーのトラフサキ。中村のセンターフライ、8-4ダブルプレー、浅間がねランニングスローでちょっとジャンピングスローで、どうして飛び出し、普通のセンターフライ、どうした友崎、バーッとね、あの飛び出しは何してんのって言われちゃうよね。で、9回ね、平が初失点今季ね、なるところで2アウト1塁、高浜ね、このセンターオーバーサヨナラヒット、これはねブクナイスバッティング。でもここで一つ気になるのがね、センター金子、ちょっと中途半端に怖いながら、なんかもうドーンみたいな感じになって、クッションも変なとこ行って、さよなら、ランナー一塁から。いや、あの場面、越えて、間抜けて、ファーストランナー変えなきゃいけないようにするんだから、あの変直は、取れる位置にいないといけないよね。で、万が一取れないとしても、あれもうクッションにして、クッション取って、ファーストランナーをホームに行かないとしなきゃいけないのに、なんか中途半端に、ブーンみたいな感じで当たって、取れないのに当たるだけ当たって、クッション変なとこ行ってホーム。じゃあ、金子らしくないよね。もうちょっと守備丁寧にやってほしかったなっていうところで、これは致命的ミスじゃないのかな。バッと。ね。で、全体的に、先発ピッチャー、西武ね、松本。5回98球。で、8安打4三振、無四球3失点。まあね、2ホーマーで3失点したけども、投球自体、非常に良かったと思います。ね。で、2パーも加藤ね。5回72球、9安打3三振、1デッドボール2失点とね。まあ、持ち前の投球でね、粘り強く、ピンチは作るけど、粘り強く、非常にいい形でね、ピッチングできたんじゃないでしょうか。ちょっと西武はね、もったいなかった。まあ、どっちのチームね、ちょっとミスが多かったかな。その中で西武はね、ちょっと致命的なミス、金子ね、してしまったんじゃないのかなと、佐々木的には思います。で、続いて、7月7日ね、2対1で日本ハムっていうところで、西武ね、高橋コーナー、7回117球、6安打5三振、2四球、2失点と。もうね、一言、不運。ね、2回裏、ワンボールのね、ライトツーベース。ね、ファーストベースに当たって、あれはね、ファーストボールアウトがベースに当たって、ツーベースになって、で、渡辺がライト前。で、1、3塁になって、野村の6、4、3ダブルプレーの間に1失点。で、続いてはね、4回裏、コントのね、センターオーバースリーベース。こう、センターアイト。フェンス際ね、あれ、目測誤ってたよね。こう、ドーンって当たって、ここで落ちたよね。あれ、目測誤らなかったら取れたよね。っていうね、俺は取れたんじゃないのかなって、ちょっと目測誤って横に、これね、映像見える人ね、昨日の金子のそのセンターオーバーの最後と、このアイトの近藤のスリーベースね、ちょっと見てほしい。ヒューってここで取れたはずなんだよね。こう、ドーンってこう目測誤ってんだよね、と思うんだよね。で、その後ワンボールのサードゴロ。で、ワンアウトになった渡辺がね、ライトへ犠牲フライと、ちょっと高橋こんな不運だったかなと。で、日本はね、アーリー、3回42球、2安打4三振、無四球、無失点と、特にね、3回表、スパンジェンバーグ、カーブで見逃し三振、アイト、カーブで見逃し三振、で、外崎、チェンジアップ、ショートゴロ、あれね、非常に良かった、グッピッチ。ね。で、チェンジアップ、まっすぐ、ツーシーム、カーブ、緩急つけて、コントロールも非常に良かったかなと。でもね、3回で変わっちゃったんだよね。でもね、バーヘイゲン、きつい、やっぱり。ね。5回、2アウトから外崎センター前打たれて。
で、盗塁されて、で、現代レフト前タイムリー打たれて、で、盗塁されて、で、また、森が三振になったからね、なんとか大丈夫だったけども、この、やっぱり、盗塁されるのはやっぱ治んないんだよね。これやっぱちょっときついよね。で、その中で西武ね、4回、6回、7回と、1本出たっていうね、4回も、ワンアウトに三塁から栗山、見逃し三振、で、高木、ね、ブランドン代打、フォアボール選んで、ウネンティね、ツーアウト満塁から、レフトフライと、6回も、ツーアウト二塁、一塁からね、ウネンティンがツーベース打って、で、代打山川、ツーアウト二三塁からショートフライ。山川が代打だからね。で、7回、ワンアウト一塁から森がね、三振、中村同点の場面でショートゴロとね、このチャンスに一本出ずっていうところでね、まあそこはね、この日本アーム、リリーフ陣、非常に粘り強くね、このピンチは作りましたけども、まあ川野堀、で、ロドリゲス、杉浦とね、非常にいい形で踏ん張れたんじゃないでしょうかね。結果、日本アーム、2連勝です。で続いて、オリックス対楽天。ね。6日、2対7で楽天。7日、5対6で楽天。そして8日、1対1の引き分け。2勝1分けで楽天の勝ち越しとなりましたけど、オリックス、痛い負け越しっていうね、ところですけども、7月6日、2対7で楽天。ね。オリックス、本田、今季初先発ね。自身2度目っていうところでしたけども、5回74球、5安打3三振、3四球、2失点。ね。球、ちょっとね、ばらつき。あったけども、しっかり腕を振って、自分自身のね、投球はできたんじゃないですかね。だから次回以降もね、非常に期待できるピッチングだったんじゃないでしょうかね。でも楽天、則本、ね、8回100球、3安打4三振、1失球、1デッドボール、2失点。今年ね、でも非常にいいのよ。いつも、全体的に見てても、ストレートの力もあるし、フォームも躍動感あるし、しっかりね、踏ん張ってるし、まっすぐのね、速さもあるしっていうね。でもね、ちょっと、負けたりね、するところがあるけども、非常に今日もね、この6日の試合もいいピッチングでね、勝ち投手ね、なったんじゃないでしょうかね。で、楽天、初回ね、2アウトから、島内フォアボール。で、岡島、ライトへ2ベース。この先制のね、タイムリーになるんだけども、ライト杉本、クッション処理ミスパーッと。そしたら、ホームを迎えてこれてなかったよね。そこちゃんとやっていきたいよね。で、オリックスね、初回、2アウトこの満塁ね、足立が逆転、2点タイムリー2ベースっていうところでね、ノーボール2ストライクからね、高め要求で、中途半端な高め行って、しかも若干シュート回転気味に入ってきてるんだよね。ということは最後の指にかかってないんだよね。高めの構えでわざと動かせてないから、あれ意図してないシュート回転なんだよね。ということは指に最後まで力が加わってない、スピード感が半減する、力も半減する、バッターの手元で遅くなる、そこで穴地がしっかりそのラインに上から乗せてタイムリーっていうところで、こういうところよ。こういうところでちょっとボカがあるから、いい時なところで失点してしまったりね、してるしまうんだよね。投球自体は良かったんだけどね。でも足立がね、しっかり返して逆転。ね。2回表、ワンアウト1塁からね、楽天。太田のライト前で、1塁ランディクソン、3塁行ったけども、今度はね、杉本、足立宗とね、非常に中継プレイ、グッと。ね。いい形で中継して、で、ディクソンがね、ベース離れちゃうんだよね。宗も、でもよく見てた。タッチしてね。このね、中継プレイはね、非常に良かったかなと。あとね、オリックスの守備で言うと、4回表、2アウト2塁ね、キャッチャー若月、ピックオフプレーね、2塁アウト、グッズ。ね、リルランナー辰巳、まあ、2エンド2だったから、多分、バッター打ったら、もうホームに行ってやろうっていう気持ちがあって、第2リード、ちゃんと大きめに取ってたんだと思うんだよね、この2エンド2のカウントに打って。そこでね、まあ、完璧にボールに構えてると分かるんだけど、微妙なとこ構えた若月が。で、それで、ピッチャーもいいとこ投げたのよ、ちょっとボールっていう。で、それで、カンパスで投げて、アウト。非常に素晴らしかったね。もう本当にね、勝つような感じで、オリックスがね、言ってたんだけども、まあ、結果ね、2対2で、ああ、このまま引き分けかなと思ったら、9回。一気にね、5点です。ね、まあ、ヒギンスからね、平野に代わって、ディクソンが、勝ち越し、ホームラン。大きかったね。で、辰巳のタイムリー。で、その後も浅村タイムリー。ね。で、岡島センター前タイムリーと。非常にいい形で打線がつながって、一挙に5点。まあ楽天もね、連敗できてただけに、このね、9回の勝ち越しはね、非常に良かったんじゃないですか。グッと、打線のつながり。ね。で、7月7日、5対6で楽天っていうところで、もうオリックスはね、完全勝ちゲームかっていうところで、オリックス立場、7回114球、5安打9三振、2四球無失点。前回も良かったけど、前回よりさらに力強く躍動感出て、素晴らしいピッチングだった。ね。で、その中で打線も、まあマークにね、抑えられてけども、6回までね、ワンナーとから福田がセンター前、で、宗がライト前、吉田がね、右中間にタイムリーね、2点タイムリー、2ベース打つんだけども、初球はね、フルスイングよ。でも、追い込まれた時の最後の軽打、低めの、いいところよ。あれを軽打でショートなんてまんない。やっぱ吉田素晴らしいよね。
で、その後杉本三振するんだけど、ジョーンズのライト前で行って、この1点も非常に大きかったよね。で、続いて7回裏にね、2アウト1塁から福田がね、レフトでタイムリーツーベースと。で、8回裏、ね、8回表に1点取られて、ね、ヒギンズが、うわ、ちょっと待った、流れ悪いんちゃうかと思って、その直後に吉田がレフトへホームラン。これでね、勝負ありと思ったよね。そしたらよ、ね、このまあ8回の1点もね、2アウト1、3塁から銀次がね、センター前タイムリー打つんだけども、5点も、2アウト1塁から鈴木がレフト前、で、浅村レフトへタイムリー。で、島内が同点スリーだ。で、ピッチャー変わって、ウルジアール出てきて、初球をホームランを感じます。ぐーっつ。で、6対5。オリックス、リリーフ1です。ね。で、その中で、まあ、今日、8日の試合ね、1対1の引き分け。まあね、今回は非常にリリーフがね、踏ん張ったかなと。山田、沢田、富山とね、なんとか踏ん張って、まあ、1対1ね。まあ、なかなかね、これはもう両チームともね、ちょっと見せ場なくっていうところでね、まあ、なんとかね、お互い視力を尽くしながら、まあね、若月のホームラン、グッとね、これで勢いづくかっていうところでね、6回、今度はね、浅村がホームランと、まあね、パンパンと出て、まあ、あとはリリーフ陣、両チームもね、踏ん張ったかなというところもありますけど、オリックスはね、ここで踏ん張れたのはね、まあ、3連敗しなくてよかったんじゃないのかなと、楽天は連敗を止めてね、この2勝1敗の勝ち越しっていうのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。続いてセリーグ、ヤクルト対阪神。7月6日、1対5で阪神、7日、6対4でヤクルト、そして8日、6対5で阪神、阪神の2勝1敗の勝ち越しというね、カードになりましたけれども、7月6日ね、5対1で阪神、阪神ね、先発青柳、8回120球、5安打4三振、2四球、無失点、完璧です。隙なしってね、いうところでもうね、ツーシームシンカーがもう決まって、それがね、対応されなかったらもう無敵です。でね、スライダー投げて、たまにね、こっちの対角線も投げておけば、もう無敵です。もう渡辺俊介とリードがほぼ一緒なんで、見てて手に取るように分かりますけど、非常にいい形の青柳、グッピッチ。ね、攻撃も隙なしというところでね、3回、大山がね、初球のストレート、レフトにね、ホームラン。4回もワンアウトからね、サンドフォアボール、ネマリと初球のスライダー、レフト前。で、佐藤、初球のストレート、ライト、タイムリーツーベース。で、ワンアウト2、3塁になって、梅野がね、レフト犠牲フライ。で、大山敬遠してから、2アウト1塁。中野がね、この初球、ストレートをね、ライトでタイムリーと。非常にね、初球からパンパンパンと積極的に行くのがね、いい形のヒットになって、繋がっていってね、この得点っていうのは非常に大きかったんじゃないですかね。で、青柳がね、この青柳の場面、ね、一塁ランナー中野が盗塁するんだよね。で、結局この青柳が三振して、無得点で終わるんだけども、ここをね、すかさずしっかりね、盗塁するっていうところがね、好きなし、グッと。ね、非常にいい形だったんじゃないですかね。だからもうね、ピッチ先発がもう完璧に投げて、こうやってね、ポンポンポンとね、3回4回に、得点取ったら、もうそれはね、いい形のゲームです。ね。ヤクルト、ね、2回裏、2アウト1、3塁で、バッター子が、ワンツーから1塁ランナーサンタナ、スタートしちゃってね、で、青柳が気づいて、で、あ、おー、走ったよ、どうすんねや、つって、で、3塁ランナー吉田がホームへ行って、で、ホームに投げられて、立っちゃうと。これは何がしたかったんですかっていうね、よくわかんない展開でね。で、まあそこからね、2回、次3回、大山のホームランっていう形で行ったんでね。これはまあ、痛かったね。ちょっと何がしたいかよくわかんなかったね。作戦的にね。で、7月7日、6対4でヤクルトっていうところでね、阪神、ね、2歩、移籍後、8先発っていうところで、5回、89球、4安打4三振、2四球、1失点。あ、2四球、1デッドボール4失点と。まあ初回いきなり4失点、痛いよね。ちょっとリズムに乗る前にね、山田にホームラン打たれたりとか、ちょっと痛かったかなと。まあでもね、でも2回から5回までノーヒットでね、これはもう次回に期待できるピッチングだったんじゃないですかね。ちょっと落ち着いてやればね、この2回以降のピッチングがね、非常に良かったね。初回のね、このドタバタがね、ちょっともったいなかったかなと。ヤクルト高梨、4回3分の1、87球、6安打3三振、1失球、4失点。いつもはね、ストレート高くいっても、フォークボールが低めに決まってるから、なんとか抑えれてたんだよね。でもこの日、フォーク高いの。そこを仕留められちゃったからと。まあ、初回ね、サンズにフォークボール、レフトでね、ツーラン。4回ね、フォークボール落ちきらず、佐藤がね、ライトでツーラン、25かな。ここのね、フォークボールが落ちきらなかった、そこを仕留められたっていうのが非常に痛かったかな。で、ヤクルトはね、8回裏、ね、ピッチャー斉藤から、吉田、センター前、山崎バンドして、渡辺はね、レフト、勝ち越しのタイムリーツーベース。ね、で、ピッチャー岩田に代わってワイルドピッチ。ね、梅野の股の下、ちょっとね、こう、上がってたね。だから、ケツが上がって、股の下抜けるんだよね。あれはちょっとね、こう、言っとけばよかった。バーッと。ね。で、その後、ワンアウト、三塁になって、青木がね、レフト犠牲フライ。この1点がね、大きかったよね。だから、終盤、このね、逆転されて、いい形でね、勝ってただけに、このね、終盤の逆転劇っていうのは、非常に、阪神にとったらね、痛い。
敗戦になっちゃったね。このね、4対4で、いい形でね、踏ん張ってただけにね、この8回に勝ち越しのこの2点目。で、青木のね、この2点目がね、痛かったかなと。でもね、この試合、両チーム、守備、グッと守備光る。本当に、ね、今年一番すごいなと思ったのが、この6回裏のね、2アウト1塁から、バッター川端、レフトフライ、サンズ、ダイビングキャッチ。あれは今年一かもしれない。俺が見たファインプレーの中で一番素晴らしい。で、そのね、7回裏、先頭の青木がライト前打って、で、2塁へ向かうところでね、佐藤のグッスロー、ナイス。ね、非常に素晴らしい強肩見せたし。でね、ヤクルトも9回目で、ノーアウト1塁から近本、ライト前。で、1塁ランナー、熊谷、3塁へ。で、これをね、渡辺がグッスロー、アウト。このね、勝ち越しタイムリーも素晴らしかったけど、この守備もめちゃくちゃ素晴らしかった。渡辺、攻守が当てて、グッと。そしてね、7月8日、6対5で阪神ということでね、終盤大逆転っていうところになったけども、まあ、ガンケルが超いい感じの出だし、もうツーシーム、カット、ね、ちょっと落ちる球、ストレート系ともにね、もう出だしが一緒で、そこからどっちかに曲がるから、バッターとしては非常にタイミングも目先の変化も取りづらく、非常にいい形のピッチング、素晴らしく。で、攻撃はね、2回にマルテがね、ちょっと高めの球、レフトへホームラン打って、3回にもね、中野が、引っ張り込んでね、一塁線ツーベース。で、ガンケル送りバントが見事、三塁線に素晴らしいバントを決めて、近本がね、ピッチャーゴロでアウトになって、中野がね、飛び出したって、あれね、止まらなきゃいけない。ゴロゴ、ギャンブルスタートはしかないけど、ゴロゴっていうのはピッチャーゴロストップなんだよね。あれ止まってほしかったね。で、止まれなくて挟まれて、近本セカンド残って、うわ、これちょっとね、ビッグチャンスをものにできなかったかなと思ったら、糸原がレフトへタイムリー、グッと。この1点がね、非常に大きく、非常にいい形の出だし、でヤクルトのね、スアレスは、ちょっとね、序盤ストライクボールがはっきりして、ただストレートの力はあったんだよ。でも、全体的にストライクボールがはっきりしてて、甘みに来たところを、ヤクルト打線が捉えて、いい形だったんだよね。でも、このね、4回以降から、スアレスが、この右バッターのインコースがめちゃくちゃ決まるようになってて、で、それで最後のカーブっていうところで、非常にこの立て直してきた。だからこのピッチングがね、最初からできればスワレスも良かったんだけども、最初このストライクボールがはっきりしているところがね、このね、阪神打線が非常にね、ポンポンとね、繋がって、いい形のね、得点で、で、ガンケルはね、素晴らしいっていうところで、ストライク先行でどんどんいけた。でもね、ここでベンチリポートあります。松本雄一コーチから、ストライク先行できてるんで、初球、早めの、ファーストストライクからどんどん打ちに行きたいっていうところで、4回のね、裏に、青木がね、センターへツーベース。で、山田がね、しっかりタイムリー、初球。で、村上もね、2球目のファーストストライクを同点タイムリー。で、吉田、ワンアウト2塁から3球目を勝ち越し、タイムリーと、この作戦がボロにはまって、早めのね、ファーストストライクをどんどん振っていって、一気に3点で逆転と。で、スアレスは尻上がりに良くなってきてる。でね、こうどんどん行って、これはちょっときついなーっていう感じで、雨もいっぱい降ってきた。状況も好転していかない。で、スアレスは6回しっかり投げて、今度もね、いい形で投げて、清水につなげて、これちょっときついなーっていうところで事件が起きました。ね、8回、先頭、糸原がレフトフライ、青木が落球。まあ確かにね、雨降ってて、ちょっとね、霧が当たってて、ちょっとこう、白っぽい感じだったけども、それでもやっぱり飛んなきゃいけない。ポトって、落として、ランナー二塁。それまでもね、ノーアウトでフォアボール、ノーアウトでヒット、ランナー出てて、阪神はね、そこから得点につなげれなく、ちょっともやもやしてるところで、ポロリ。あれは痛い。で、その後、サンズがね、センターフライ立っちゃって、三塁へ。で、マルテデッドボール、清水も、わあ、もう一点もやれないっていう中で、佐藤、高めの球をショートもらっちゃー、これはやばいよ、ここで点取れないとこのまま負けちゃうよっていうところで、得点圏打率、昨日まで3割8分8厘だった梅野が高めに抜けていた進化系の方向形を引っ張り込んで、サード横、村上ダイビング飛びついたけど、球足速くてグラブに当たったけど抜けていって、エラーした大木の前へ同点、梅野の勝負強さ、さっき、うわ、同点、解説しててね、MBS、ベースボールパークさんでね、で次、大山、ちょっと意気昇進清水、アウトコース、ちょっと高め打たれたところ、ライトへ勝ち越しのスリーラン、ホームラン、グー。痛いねこれ、清水自責点ゼロだからね。でも敗戦投手、この青木のミスが痛かったよね。その歌ね、岩崎が山田にね、ツーラン打たれて、その時も山本、青木のエラー、バッと。
でも山田ホームラン、ちょっと岩崎のね、調子が上がっていかないのも気になる。だから阪神もね、このスアレスにつなげていくのか、どういう形にしていくのかっていうのがね、ちょっとオリンピックブレイクあるんでね、そこでちょっと調整してね、修正しなきゃいけないのかなっていうところはありましたけども、相手のミスに乗じてね、そこを一気に勝ち取った梅野大山、非常にいい形。この梅野のね、7番っていうのがね、生きた。逆に青木が落としちゃって。ちょっとね、っていうところはあるよね。まあ、結果ね、阪神の2勝1敗、勝ち越しでした。あと8日のね、阪神戦の、中での一コマ、ちょっとね、グッとバッドポイントがちょっとあるんですけども、守備でね、7回表、ね、阪神の、攻撃、ワンアウト一塁から代打糸井、ね、ここでセカンドゴロを打つんだけども、セカンドね、山田が1、2回寄りのやつを取ってね、反転して、ちょっと難しい感じでね、投げて、ファーストにいい形で投げてね、プレーがあったんだけども、そのプレーの時に、キャッチャーの効果がね、ホームベースの上でずっと突っ立ってたのね。ランナー一塁で考えて、あの一塁間の寄りのゴロを山田がギリギリ取って、でちょっと反転気味に投げて、雨が降ってる、ミス起こる可能性あると思ったら、ファーストのバックアップ行かなきゃいけないよね。だってホーム開けても、ランナーファーストだからホームに帰ってくる前に自分ホーム帰れるじゃんね。何かあった時にね、もしくはピッチャーが来るよね。ってなった時に、あそこにホームの上にボケーっと置いててもダメなんだよね。バーンと。ちゃんと、ファースト、オッサのね、万が一山田哲人がボートを掘った時のバックアップに行かなきゃ。もうそのホームでパワーッと突っ立ってる場合じゃないよ。バーンと。で、その後に、ツーアウト二塁になって、近本がセンター、ね、塩見取るんだけども、この状況の時に、レフト、青木と、ライト、サンタナは、もう超前進してる。特にライト、サンタナは、めっちゃ前いるねっていうような前進守備だったんだけど、打った瞬間右中間、うわ抜けた、これサンタナ前行き過ぎてくる、抜けたと思ったらきっちり塩見だけが後ろ守ってたんだよね。でそれは見えてたのね。青木が前でサンタナ前で塩見だけが定位置守ってんな、あまあ塩見肩自信あるんだろうな、でもすごいデコボコな守備体系と思ってたら、右中間抜けていったらサンタナも越えていって、うわ抜けたと思ったら塩見が届いて右中間取ってアウトで、その失点をね、許さなかったんだよね。あの塩見の守備位置とバックアップ、フライ、取ったの。非常に守備位置も含めてね、いい形のバックアップだったかなと、思います。続いて、広島対 DeNA。7月6日、2対4で DeNA。7月7日、3対3の引き分け。そして7月8日が、5対3で広島。1勝1敗、1分けでした。7月6日の4対2、DeNA の勝利というところでね、まあ小さいことからコツコツとっていうね、いうところが大事なのかなっていうね、ところはありましたね。広島、初回ね、菊池がセンターね、ツーベース。で、野間、バント、失敗、キャッチャーフライ、バーッと。で、その後も得点。こういう小さなことからコツコツとやっていくことがね、この1点の積み重ねになるからね。で、DeNA はね、4回表、ツーアウトから佐野のね、センター前。ここね、すごい、この小さなことのできたとこがあったんだよね。センターの間がね、突っ込んできたんだよね。で、それとりあえず、ちょっと後ろ後逸したんだよね。そしたら、ライトのね、鈴木誠也が、ちゃんとカバーしてて、佐野がね、一塁でストップ。ね、セカンドまで行かせなかった。グッと。鈴木誠也ね、こういう小さなこと、見えないことをね、しっかりやっとくのがね、すごい大事なんだよ。あそこでね、しっかりね、ライトなのに、だから逆にね、カバー行ってくれるから、ノアもね、思い切って突っ込んでいく。それでね、ノーパン取れたらナイスプレーだし、取れなくても、後逸しても、ライトがしっかりカバーしに行ってる。非常にね、素晴らしいプレーだったかなと。まあね、その後、オースにね、ツーストライクから高めに外す球をね、ホームラン打たれて、まあね、ツーラン、この、同点ツーランなってしまうんだけども、このね、プレーっていうのは非常に良かったかなと思います。その後、オースティンのホームラン、エグいね、すごい、ナイスホームラン。ね。広島ね、3回裏、ね、菊池、レフト前、野間、ライト前、ね、この、初回のバント失敗をね、補う形でライト前、で、ノーアウト1、2塁になって、小園がね、小園、ライト、2点先制、このスリーベース。ね。で、ノーアウト3塁になって、鈴木誠也、ファーストファウルフライ、坂倉、フォアボール。ね。で、ワンアウト1、3塁で、林、三振。で、ダブルスチールの形になって、2、6、2アウト。三塁ランナー小園、ホームのスタートが遅い。ね。多分これサインではなく、もうね、個人で小園はスタート切ったと思うんだよね。だから、ファーストランナーを走らして、坂倉走らして、この鈴木、林がね、バットに当てさして、で、小園がね、ホーム来て、ゲッツー取れなくて、1点最悪でも取るっていうね、サインだって、だからこのね、林の空振りはダメなんだよね。絶対当てなきゃいけないんだよね。で、もう走って、もうどうもしようもないから、でね、挟まれて、で、小園が走ってきて、でも走ってくるにしてはスタートが遅いんだよね。で、ホームでアウトっていう形で、このね、ここで1点取れなかった、もう1点取れなかったっていうのが痛かったよね。で、その後のオースティンのね、同点ツーランに繋がってしまったと。で、DeNA ね、8回、代打牧がね、レフト、
マイヒットを打って佐野がねツーラン勝ち越しのあの高部ホームって素晴らしいホームランね。まあ、だからこのね1点この小さいとこからコツコツとっていうねこういったところができるかできないかがねできてるとこもあったしできないとこもあった。それをね一発攻勢でドドーンとね、DeNA にやられちゃったかなっていうね。で7月7日3対3の引き分けね。この辺も DeNA4 回表佐野そのチェンジアップの低いところクリのねあれレフトにホームランはすごいね、すごいグッドね。でその後オースティンデッドボールね。で宮崎、ショートフライで外インコースのストレートが甘く入ってレフトへホームラン。これね多分このねオースティンにデッドボール当てた影響あったかもわかんないね。それがちょっと甘めにいってしまったんちゃうかっていうねところでそれをねしっかりしとびてホームランね。広島のクリーンね6回93球5安打5三振2四球、2デッドボール3失点だからピンチもあったけどもこのとこだけねホームラン、まあ、粘り強く非常にいいピッチングできたんじゃないのかなと。だかこのねデッドボール当てたら困るっていうところがねこの外への打ちをねインコース甘くしたんじゃないのかなと。ちょっとね映像ある方見てもらえばねその感じっていうのがね分かると思うんでね、広島もね負けじと一発攻勢ね。6回裏中村がセンターバックスリーホームランで7回裏鈴木誠也左中間ホームランねっていう方で一発攻勢でもなんとか追いつくぞっていうところでね。で8回裏ピッチャーね山崎朝希ね阿部フォアボールねこのフォアボール痛いで代打三好代打バントグーッと難しいところでしっかり決めてで菊池のねライト得点タイムリーでダイソーで大盛り出てきて盗塁よし行くぞ一気に行くぞっていうところで西川レフトフライで琴ノ樹セカンドゴロとね息切れず、まあ、結果ね3対3の引き分けになったけども、まあ、DeNA のね今永も、6回82球5安打1三振1四死球2失点とちょっとね制球苦しんでちょっと甘めの球も多かったけども、まあ、ストレート切れ張ってね緩急ついたっていうところでね抑えきれたかなと。若干ちょっと制球ね甘めにいっちゃったかなっていうところもありましたけども、まあ、力強さと緩急でね抑えきりましたね。そして7月8日ね5対3で広島逆転勝ちっていうところでね、DeNA 先発上里に5回102球5安打3三振4四球3失点とちょっと球ね高かってその高いところをねこの2回林にねバックスクリーンにホームランっていうところでまあしっかりまあ投げ切ってっては投げ切ったけどちょっと球がね高いのが気になるかなと。でワンアウト満塁のねこの坂倉のセカンドゴロの間に行ってもあれもね高くてあれヒット打たれなくてねよかったかなっていうねところもありますし逆にねこの高橋高野もね広島球高かったね。この2回小原に2アウト2、3塁から3ラン打たれるんだけどあれも高めに入ってきてゾパチンとしてまられてまあでも4回95球8安打4三振1球3失点、まあ、ここだけがピンチだったからねだからお互いもうちょっとね粘り強く投げたかったところだけどもその後ねトントンといって、まあ、8回裏長野2アウト2塁から勝ち越しのツーランホームラン低めをね弾丸ライナーでレフトあのバッティングは素晴らしかったね。しっかり最後はね栗林が抑えて、まあ、このね最終戦勝ち切ったっていうところもね、大事だったけどやっぱ小さいこともねコツコツやっていこうピッチャーもね低めに投げていってっていうところも大事だしバント決めるときは決めてでもね鈴木誠也のバックアップよかった、ね、いいところもある悪いところも出るでもそういったところをねしっかり、オリンピックブレイクで修正していかなきゃいけないんじゃないでしょうか。結果ね1勝1敗1分け5分でした。続いて巨人対中日、7月6日3対2で中日、7月7日3対1で巨人で8日1対0で中日、中日の2勝1敗で勝ち越しになりましたね。7月6日 3対2で中日、まあ、中日ね大島ビシエドクリーンアップがしっかり1本っていうねいうところで初回2アウトからね大島がライトで3ベース打ってビシエドがねサードゴロ内野安打ね、先生よかした全力疾走ね、まあ、岡本もねサード精一杯のプレーあれをもしアウトにするんだったらベアハンドキャッチでね手でいってそのまま投げてどうかっていうところだったけどそれにねチャレンジしてもよかったかなと思いますね。あと8回ねサンチスから高梨に代わってネオからね代打軍地になってフォアボールねここフォアボールいたよね。でダイソー高松出てきて強打 2M2 からバスターエンドランうまいこと決まってセンター前でノーアウト1、3塁になって大島がライトへタイムリーでピッチャー鍵谷に代わってビシエドがセンタータイムリーで逆転っていうところでこの大島ビシエドの躍動感これでねしっかり勝ち切ったかなと。で巨人はね5回裏坂本レフトへ2ベース梶谷、センター前でノーアウト1、3塁から北村のねセカンドゴロ水脇ダブルプレー取れたのに弾いてバーあれダブルプレー取れてたらねかなり大きかったけどでノーアウト2、3塁になって小林のねショートゴロホームへフィルダーチョイスこれでもね三塁ランナー梶谷はギャンブルスタートじゃなくてゴロゴーだったんだよね。でもゴロゴーにしてはあのスタートは素晴らしいし
スライディングもすごい。非常にあの三塁ランナーのギャンブルスタートじゃないゴロゴロのスタートは、あれは本当に素晴らしかった。もしね、動画見れる人もう一回見てください。あれは素晴らしかったよ。里崎チャンネルも動画使いたいよね。動画見ながらこれやって説明できたらさらに最強のコンテンツができるんだけどね。皆さんどっかで見てくださいね。使えないん でその後サンチェスがね、3バンド失敗で無得点。コーヒーポイントあったね。ジャイアンツはこれサンチェスがちゃんとバンドしておきたかったよね。であとはね、6回裏、ノーアウト満塁から梶谷、今度はね 5-2-3 ダブルプレー。ここも痛かった。だから取れる時に取らないとこうなるっていうね、典型的な感じ、ね、中日が3対2で逆転勝ちです、ね、で7月7日、3対1で巨人っていうところでね、巨人3安打のうちホームラン2発、ね、2回岡本がライトへ、で4回裏丸がね、レフトへツーラン。あの低めをレフトに打つ、しかも打った後歩いてたからね、すごいね。逆にね、で中日、まあ、今日はね中日が取れる時に得点できずっていうね、あの3回表ビシエドがね、ツーアウト1、2からライトフライ。4回表三ツ俣がね、ツーアウト2塁からショートゴロ。で5回表ビシエドがツーアウト1、3塁から三振。でもね、これはね、全部ツーアウトからチャンスになってんだよね。このツーアウトからチャンスになると、やっぱりなかなか一本は難しいんだよね。やっぱノーアウトからランナー出していきたい。だからここはね、ちょっとまあきついっちゃきついところだったよね。チャンスに1本って言うけども、でもここで1本出ればね、逆転できたかもしれない。で8回表ね、高橋ワンアウト1塁から6-6-3ダブルプレー。これも痛かったね。だからやっぱ後期にやっぱ1本出れば勝てるし、1本できないけど、まあだからこの6日と7日はね、この中日の今年の典型的な試合はちょっと物語ってるかなと。でね、先発山口、まあ、フォークボールがねいい形で決まってて、まあ日本に帰ってきてね、自分のピッチングっていうのは非常にできてるかなと。で福谷もね、まあ、このね3安打だけだからね、非常に頑張ったね。その中でもまあ援護点なくね、まあ仕方ない。でも自分のピッチングはできたんでね、次回以降も、期待したいかなと。で8日1対0で中日の勝ちっていうところでね、まあ柳が非常に素晴らしいピッチング。もう今日8日の試合はもう言うことないんだよね。あの8回107球4安打3四死球無失点と。でマルチネスにつないでね、マルチネスが3者連続三振で終わるっていうね、非常にいい形。巨人もね4安打しか打っててませんし、で3回のね、強打ワンアウト2塁からこのタイムリーヒットね、1点、トマのこの1点を守ってね、勝ち切るっていうところで、非常にね素晴らしい戦いだったんじゃないですか。もう今日の試合はね、このなんか評論というよりも、やるよりね、素晴らしいピッチングを皆さん見てください。で、このね、1対0で勝ち切る。まあ、こうやってね、ドラゴンズやっぱり勝ち切っていかなきゃいけないのかなと。でも結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しっていうところになりましたね。さあ、ということで、最後に、申し送り事項をやっていきましょうか。金曜日からね、一番の見どころは、やっぱり、阪神・巨人戦甲子園ね、2.5 ゲーム差、どうなるのかっていうところで、阪神ファンの皆さん、巨人ファンの皆さん、ガチンコで戦ってください。ね。続いて中日対 DeNA、ね、有吉が初先発、移籍後どういうピッチング見せるのか楽しみですね。まあ、ドラゴンズはね、もうここ一番で一遍でね、守備で頑張って勝っていくしかない。 DeNA はもう打ちまくってね、もうどん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 打ってね、だからもうホコタテ対決だね、どうなるのかね。で神宮ね、ヤクルト広島、ヤクルト高橋奎二ね、前回もねちょっとバタバタしましたけど、今回いいピッチングできるのか。広島もね、玉村今リズムに乗ってね、いい形なんで、この躍動感あるサウスポーのね、お互いがどういうピッチングするのか楽しみですね。広島もね勝ち越したんで、ここでね一気に行きたいところだし、ヤクルトもねこれ上に離されないように行きたいところだからね、この初戦大事ですね。でパ・リーグ、ロッテ対日本ハム、おロッテ佐々木朗希、伊藤も新人、今5連勝中、どういうピッチングになるのか。ロッテはねこう日本ハムにここはしっかり勝ってね、上と差詰めたいし、日本ハムはねここでまた勝っていけばね、西武に連勝してここ勝っていけば A クラスにも望み出てくるんで、この初戦のカードをねしっかり勝たないといけないですね。でソフトバンク、オリックス、ソフトバンクはね連敗中、オリックス山本武田の投げ合いどうなるのか。オリックスはねいい感じで負けちゃったんでね、勝ちきれなかったんで楽天戦、ここでねこの週末山本宮城でリズム変えたい。ホークス踏ん張りどころ、ここで踏ん張んないと B クラスいっちゃうよね。楽天西武はね、試合がなくて、土曜日からの試合になりますけど、楽天もね連勝できて、ここからね一気に試合に来て、西武もここ踏ん張りどころ、連敗中だからね、ここでしっかり勝って上についていかないとね、このオリンピック前どういう戦いになるのか、非常にちょっとね、あのセパともにこのカードね非常に大事になってくる週末3連戦になりますね。楽天対西武は2連戦ですけど、皆さんどういう戦いになるのか楽しんでいきましょう。週末のプロ野球も要チェック。残念ながら何でも答えれるんですよ。その代わりあの出口出たら忘れてください。